場まで持っていく話だけど、いい？おい、それ言うと、みんなに墓まで持ってけって言われちゃうぞ。早く書け。じゃあ書く。何年も前のことなんだけど、上司が運転する車用車で交通事故に遭った、というか上司が起こした。高速道路でもないところを100キロ以上出してて、出会い頭にアボーン。私と、運転手の上司と同僚2人の4人で乗ってて、ものすごいスピード出す上司に対して、後部座席の同僚たちはノリノリ。私は、助手席だった分余計怖くて、とりあえず、カバンしっかり抱いてた、怖いなんて上司に言えなかったんだよね。事故った時、車がぐるんぐるん回って、一瞬なのに長く感じた。走馬灯って、こういうことかっていうくらい、ゆっくりになって、彼氏のこととか、親のこととか浮かんできた。で、気がついたら車は横転してて、フロントガラスは粉々。後部座席の2人はシートベルトしてなかったみたいで、1人は、前の席の間のところに転がってきてた。もう1人は、窓から足が出てて。運転してた上司は、ありえない方向に腕が曲がってた。私も、足が折れてるわ、胸は息できないくらいやめ岩でフラフラだったけど、たひぬわけにはいかないって。必死に、発煙筒の後ろについてるあれでガラス叩いて、なんとか割れた隙間からカバンを放り出して、這いずり出るように脱出。何でカバンを放り出せるくらい冷静なのかはわからないけど、タヒに痛くなくて必死だったんだよね。脱出して、おまわりさんに状況を聞かれたとき、声をかけたけど、3人は反応がない、動かそうと思ってもピクリともしないって答えた。実は、それは嘘で、本当は声すらかけず、一心不乱に、割れ、安そうに日々入ってたフロントガラス叩いてた。他3人は男性だったんだけど、ガラスも、小柄な私が通れるくらいしか割らなかったこの人たちがいなかったら、こんな事故なんて起きなかった。この人たちがいるから、仕事でもいつも、残業、そうで、そう考えちゃったんだ。で、もし私が生きてます。早く。って言ってたら、上司は助かってたかもしれない。一歩遅かったって聞いた。座席の間に飛ばされた同僚はダメだった。窓から足が飛び出してた同僚は助かったけど、脊髄やっちゃったみたい。それも、助けが来ないか、持って不安で無理やり動いたら、背骨にとどめ刺したらしく、私が、声を大にして叫んでたら、そうはならなかったかもしれない。で、今、私は、それなりに傷跡は残ってるけど、後遺症はない。それで、今は旦那になった人には、上記のことを伝えられるわけがない。墓場まで持っていく修羅場ネタならネタだと思ってほしい。君は全然悪くない。まあでも余計なことは言わん方がいいよね。もともと助ける気なんてなかったわ。誰も知らない私の闇。ふふふ。暗いでいいんじゃね。大丈夫。気に病むことはない。弁護士に聞いてもそう言うと思う。あなたを心神耗弱および心神喪失状態にさせた職場が悪い。みんなそう言うから、そう思い込ませてるけど、たまに、交通事故のニュースとかでやっぱりって思い返しちゃうんだ。同じ晩に墓場まで持っていく話を書き込むスレがあるんだが、何でスレ検索しない？気にすんな。車用車で自爆しただけ、あなたは巻き込まれた被害者。今のあなたが幸せなら問題ない。修羅場な話だったからここでいいのかなと、ごめん。そう思うことにしてる。で、もし私が生きてます。早く。って言ってたら、上司は助かってたかもしれない。一歩遅かったって聞いた。それ関係ないと思うよ。医師でもない、ましてや、ショック状態の怪我人の言うことは参考程度。警察は、救急の人たちは、何を言われようと。できる限り、素早く、同乗者の生命反応チェックをする。その時点で助からなかったということは、何をどうしていても助からなかったということ。あなたのせいで亡くなった、と考えることに意味はない。そっか、そりゃ、救急隊もプロだもんね。なるほど。そう考えると楽だよ。そういう運命で寿命だったのかな？ものすごいスピード出した上司が悪い。一人生き残って、なんだか後ろめたい気持ちになるのは、よくあることみたいだし、客観的に。見ても、
全く責任はないのだから気にする必要もないと思う？女子社員乗せてアホみたいに飛ばして、二人死んで一人障害、最悪すぎて、死んだ二人も空の上で、女子社員を死なさずに済んでよかったくらい思ってると思う。そうだね、私には責任ない。変な偶然が重なっただけなんだよね。上司はそんなに好きじゃなかったけど、というか事故の件で、亡くなったって好きに離れないけど、自分は生きててよかったって思うよ。社用車で同僚乗せて、スピード違反とか、バカのすること。このご時世でシートベルトしないのも、自家用車でやるのも論外だけど、冗談の運転だと、後ろの席は、ベルトしにくい場合がまだまだあり得る。本当は、ベルトしないと、運転者に失礼だと思わなければならないのにね。その件で運転するのが怖くなって免許返しちゃったからよくわかんないけど、当時は後部座席は厳しく取り締まることはなかったんじゃないかな。の言うのと逆で、シートベルトすると俺の運転が信用できないのか？だったからって言っても上司がおかしいよね。切符切られるのは上司なのにね。今なら何とでも言えるのにな。助手席って死亡率高いって話だし、本当に生きててよかったよ。非常識な運転するやっこいるからな。昔、嫁さんの知り合いの車に乗せてもらったら、そいつが首都高で運転しながら携帯電話使い始めたから、そいつの車は二度と乗らないと決めた。なんだろう、自分が事故るはずがないという絶対的な自信があるんだろうか。運転してなくたって起こり得ることなのにな。そろそろ最後にする。救急隊の人にはシートベルトしててよかった、だから助かったんだよって言ってもらえたのを覚えてる。後とっさに抱え込んだカバンがクッションになってくれたみたいっても言われた。あばらと足の骨折と左腕の日々と強烈な打撲だけで済んだのは奇跡だと思う。もしかしたら社畜とかしてた私を神様が助け出してくれたんじゃないかなって考えたりもしたよ。この件で退職したから。みんなもシートベルトはしっかりね。運転手は同乗者の命預かってるんだから。